こんにちは、のってんです。お宝、はい、今回はですね、じゃじゃーん、海賊の宝箱を4つ開封してみたいと思います。ワク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 。はい、こちら雑貨屋さんにたくさん置いてあったんだけど、中に何が入ってるかお楽しみっていう宝箱なんだって。いや、こういうのってなんか欲しくなっちゃうよね。まあ、大体あんまりいいもの入ってないね。ちなみに1つ400円で買ってきました。さあ、果たしてこの中にはどんなお宝が眠っているのか、早速開けてみましょう。はい、今回買ってきた海賊の宝箱はこちらです。もうね、重さとか音とか全然違うのを4つ買ってきました。例えばこれなんかはめちゃめちゃ軽いし音もしない。これはカラカラ系だね。で、こっちは何にも音はしないけど、さっきのより重いかな。で、これ、おー、ごつめ。これが一番重いかな。やっぱりね、重いものにはいいものが入ってると思うんで、一番軽いのからにしようかな。これもうね、ほんと空気が入ってるんじゃないかっていうぐらい、うん、多分空気は入ってると思う。真空ではないと思う。うん、はい、ということで、まず最初はこのオレンジ色の開けてみたいと思います。もうね、海賊の宝箱ってことだから相当いいもの入ってるんじゃないの。宝石とか財宝とか小判とかね。うわー、楽しみすぎる。もしかしてこの動画が終わる頃には私は億万長者になっているかもしれないな。へへへへへへ。ジョンジョン。おー、あ、見て、みんなしっかり鍵までかかってる。うわー、どうしよう、私この海賊の宝箱を開ける鍵なんて何も持ってない。どうしよう、どうしよう。あ、なんか書いてあるぞ。海賊の宝箱、鍵の取り外し方法。まさかこれをやれば鍵なしで開くというのか。何やに？鍵の部分を軽く手前に引っ張り、上に押し上げ鍵を外してください。鍵の部分を軽く手前に引っ張り、上に押し上げる。あ、取れた。鍵の意味あった、これ。よし、じゃあね、早速1個目のお宝開けてみたいと思います。せーの、じゃじゃん。なんだこれ。じゃじゃん、モンスターズインクのコッペパンスクイーズ入ってました。あー、なるほどね、スクイーズだから軽かったんだね。まあでも結構いいんじゃないの。私コッペパンも好きだし、モンスターズインクもめちゃめちゃ好き。じゃじゃん。おー、すごい、表面ツヤツヤだ。なんかあれだね、チーズ蒸しケーキみたいな感じ。じゃあちょっと触ってみます。せーの。あ、高反発。おー、いいじゃんいいじゃん。意外とね、私高反発スクイーズ持ってなかったから、これはこれで嬉しいかも。もうほんと食器洗いのスポンジぐらいな感じでーす。で、ここにマイクとサリーがいて、 OK モンスターハンクって書いてある。モンスターズインクじゃないのかこれ。でね、ゆっくり握ると、ほら、ファサっていう、ファサっていう、表面はツルツルな感じなんだけど、こういう裏とか横とかはね、なにこれ、なんか指紋みたいのあるんだけど。私の親指何もついてないよね。私のこれ、私の親指かな、私の親指か、そうか。ちなみにてっぺんはカビみたいになってました。まあね、チーズ蒸しパンはしょうがない、賞味期限とかあるからね。そういうこともある。うん、まあまあまあ、でも一発目にしては結構良かったんじゃないの。個人的にはスクイーズとかすごい好きなんで嬉しいです。あ、すごい、ちょうどこのために作られたかのようなちょうどサイズ感。ふおいん。よし、じゃあ次2個目だね。やっぱり軽い順に行きたいから、このカラカラのやつか落としのやつか。あー、じゃあ次はこれだね。カラカラ系、カラカラ系ってことはなんかボールのおもちゃとかかな。ここの穴に入れたら成功みたいなさ、あのお子様ランチセットとかよくついてるやつ、10円くらいです。もう私ぐらいになると鍵とか余裕で開けれるから、ほら、鍵が開かなくて困ってる方、ぜひ私にご依頼ください。どんな鍵でも開けられます。いや、海賊の宝箱の鍵なら開けられます。よし、じゃあ2つ目、カラカラ音がするのはなんだ。ポン。お、なんかいっぱい入ってるぞ、いっぱい入ってる。なにこれ。え？はい、まず1個目はヘボットが出ました。誰？え、本当に1ミリも見たことないキャラクターなんだけど、みんな知ってるこのキャラ。いや、私さ、ビーダマンとかボンバーマンとかわかるよ。あとロボコンとかもわかるし、もうそれなりにこういうキャラは知ってるつもりだったんだけど、初めましてのロボットが出た。しかもヘボヘボマスコットだって。これ大丈夫？悪口じゃないかな？このヘボットだって頑張ってるんだよ。頑張ってるのにヘボヘボマスコットで、かわいそうな気持ちがする。あ、いや。まあまあ、何はともあれ、一回開けてみます。ヘボット。はい、ヘボヘボ出ました。
いや本当に何のキャラなんだろうね。しかもさ、手が謎の形になってる。使いにくそうだよね。で、裏はこんな感じ。なんか謎のタンクみたいなのを背負ってます。まあ、謎のタンクっていうか全体的に存在が謎なんだけどね。お、なんか書いてある。マスコット愛がマスコット、間違いなしも。はい、もう一個はパズドラのイヤホンジャックが出ました。まあね、私パズドラ詳しくないからこのキャラわかんないんだけど、鳥卵みたいな感じで可愛いと思います。で、タグに新潟限定って書いてあって、何が限定なんだろうと思ったら、裏に新潟って書いてありました。まあこれは新潟限定だね。愛知でこれが買えたらおかしいもんね。なんで新潟やねんってね。そんな感じです。まあ、今回のヘボヘボマスコットと新潟はどうなんだろう。私はねちょっと知らないキャラだったんだけど、知ってる子からしたら当たりじゃないかな。私からしたら外れ。よし、じゃあ3つ目。これもね、音はしないんだけど、この1個目のやつより重いからぬいぐるみとかかもしれない。まあでもね、いずれにしろ私の知ってるキャラでやってほしい。ヘボットとかじゃなくて。じゃあ鍵も開けて、さあ3つ目、かわいいの来い。じゃじゃん。おー、これもなんかいっぱい詰まってるし、誰だ。はい、まず1個や、モンスターハンターストーリーズライドナビルーが出ました。いや、私ね、このキャラも知らないんだよね。まあでも知らないけど、すごい可愛い。猫ちゃんかな。全体的に黄色と茶色で、お腹には猫パンチされた跡があります。喧嘩したのかもね。猫パンチ、うわー、跡がついちゃった。うん、この子可愛いね。当たりだ当たり。で、もう1個はこれだね、新潟。はい、新潟が2人になりました。あ、でもさ、よく考えたらさっきはこれヘボットと新潟のペアで、今回この猫ちゃんと新潟のペアだから、今回の方が個人的には好きかも。うん、猫ちゃんの方が大きいしね。あ、でもなんかヘボットもちょっと可愛く見えてきたな。なんとも言えない可愛らしさあるな。ヘビット、ヘビット、ヘボット。よし、じゃあ最後の1個。これはね、もうダントツで一番重い。しかもガタガタ言ってる。全然予想つかないね。個人的には可愛いものか面白いものが欲しい。遊べる系とかね。よし、行け。さあ、海賊の宝箱、海賊たちは何を隠していたのか、今暴かれる。じゃあ鍵を取って、宝物はなんだ。じゃじゃん。あ、見えないからの、たったかたったと、何が入ってるかお楽しみ。なんか見えてるけど。はい、トイストーリーのハンドスピナーが出ました。いや、ハンドスピナーって久しぶりに見たかも。あ、だから重かったんだね、この鉄の感じ。なるほどね。なんか結構ところどころハゲハゲなのが気になります。まあでもね、せっかくだから回してみよう。もしかしたら一生止まんないみたいな高級ハンドスピナーかもしれない。よし、いきます。せーの、ぽいー。ちょっと待って、下手だった下手だった。もう一回やるわ。せーの、お、いいんじゃない？結構回ってるよ。あ、結構回ってるわ。これすごい高級ハンドスピナーかもしれん。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もう中身は予想もしなかったまさかのものばっかりだったんだけど、やっぱりね、宝箱を開ける瞬間のあのワクワク感、それがめちゃめちゃ面白かったです。またね、こういう何が入ってるかわかんないけどおもちゃの動画も撮っていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。大事にしよう。